バンペイユってかかりますかあの巨大なグレープフルーツみたいな柑橘類ね一晩二晩の晩かなあれに白いでゆずの感じでバンペイユ熊本で生産されている熊本の特産品なんですってね私あんまり知らなかったんですけどうちの後輩に山崎さんっていうアナウンサーがいるんですけど熊本の出身で多分 ご両親なのかなバンペイユを毎年我々のアナウンスセンターに送ってくださるんですよ。で、まあ、いくつか送ってくださるんですけど、山崎さんがね、この間、あ,あおよしさん、よかったらこれ持って帰ってくださいって言ってくれて、うわー、立派なバンペイユ、いい香りやねーとか言ってね。で、バンペイユって直径が25センチぐらい。重さ多分 1.5キロとか2キロとかまあスイカぐらいある大きい柑橘つ類なわけですよ。で私ほんと赤子抱えるみたいにね家に持って帰って思ったんだけど山崎さんさ渡す相手間違えてへんいや子供がね3人も4人もいるアナウンサーもいるわけよ。ご両親の近くで住んでるアナウンサーもいるわけよ。 独身男の家にバンペイユ食べられへんよあれあの大きさ最も似つかわしくないところへバンペイ湯を掘り込んだよねいや家帰ってキッチンのカウンターにバンペイ湯が鎮座してるんですよ私のパートナーのアレクサの肩身が狭そういじられてんのかなこれ後輩から。 あの人,一人でバンペイを持っってて帰りよったで言うて、えー、私の知り合いの方もしよければ明日以降家に来ていただければバンペイユと、えー、先日スリランカから買ってきた紅茶ぐらい出しますんで本当にもしよかったら来てください一人でもおいしくいただきます山崎さんありがとうね今日も冷えますねロンリーサンデースタートです皆さんこんばんこばは 38歳、バツイチ MBS アナウンサー、おみくじの大吉と書いて、大吉洋平でございます。今夜も大吉洋平のロンリーサンデーお付き合いください。昨日の夜ね、会社から家へと帰っていく途中、ちょっと一杯二杯飲みたいなと思いながら、梅田の街を歩いてたんですけど、全然寒くなかったんですよ。ほんとね20分ぐらい歩い歩てると コート着てたらちょっと暑いかなと思うぐらいえ、もう12月も半ばですよとか思いながらでもやっぱり季節は巡ってくるもんですね大阪はね、今日は冷えました NBS にさっき夕方あ来たら玄関のところであれ、なんて言うんでしょうねつむじ風っていうのかな小枯らし、ちっちゃい竜巻みたいなの落ち葉がこう地面からさーっとこう巻き上がっていくような 冬の光景ですよねなんかこう冬の乾燥した鼻の奥がツーンといてつくような匂いというのもしますしね今日もですねいっぱいメッセージいただいておりますまたはがきをいただきました先週に引き続き多くのロンリーさんがメッセージを送ってくださって嬉しいですね神戸市スマックにお住まいのロンリーネームシャンプーさん我々が ×1 の星 大吉さんこんばんはこんばんは毎週タイムフリーで聞いてます全部興味深いですが特にミッツさんの話とあ、ミッツマングローブさんの話ね先週結構しましたもんね一人でできるもんこのコーナーが面白いです昔ある人に一人でできないのはキスだけって言われた時はのけぞりましたが今はまさにそういう生活です映画も外食も旅行も カラオケも全部一人でで楽しんでますカラオケ以外は僕も全部一人で楽しめますね。あのキスでちょっと言いたいんですけどまあ一人でできないけど絶対全員経験があると思うんですけど鏡にねあの鏡に映った自分の顔にキスしたことある人ロンリーさん一人なら手を挙げなさい今。 あるるででししょう全員あるでしょうないえない, <laughs> ないう,うちのうちのロンリー・サンデーのスタッフは全員ないいや鏡に映った自分の顔にキスをするこれは私にキスをされてる人はどういう光景が見えているのかなというのを確かめたいと思ったことないですかあ僕が今までキスをしたことがある人というのはあ ここういういい顔が近づててくるこの光景を見てたんだっていうで意外と近くでそれだけ鏡に近くで見たら毛穴とかねなんかテカリとかねもぞめて気持ち悪いなって大体皆さん思うと思うんですけどあの一人でキスはもちろん、えー、シャンプーさん言うようにできないんですが練習というかねシミュレーションはできるのでねやっていただきたいえー、みんなあると思ってましたないんだ えー、うちのロンリーサンデーのスタッフの1人大学生のナガピーというねエ d ーちゃんがいるんですがナガピーがドン引きしてるということで、えー、もうそっちのガラスの向こうを見ずに今日は話しますねシャンプーさんありがとうございましたそしてもう1つロンリーネーム大吉さんの声にキュンな BBA さんから頂きました BBA さんお姉さん河内長野市の方ですねこんばんはこんばんはいつも楽しく聞かせていただいてます うちの主人と20代社会人の息子は職種は違いますが同日祝、盆正月も関係のないシフト制の仕事をしていますほう毎週日曜日のこの時間は私一人で夕飯を食べています主人も息子も22時前後に帰ってくるので遅いな夜も結構遅くまでされているお仕事なのかな息子さんも旦那さんも 待てないので先に食べていますそれは待たれへんわ夜の十時は日曜の晩御飯なんてよそのお宅は家族団らんで鍋を囲んでいるのでしょうねでも大吉さんの声を聞いてラジオの向こうにはロンリーなリスナーの皆さんがいるので寂しくないですありがとう大吉さんああ嬉しいですね日本全国のロンリーさんここからの1時間だけはねこのラジオの電波に心を乗せて みんなで見えない手と手を取り合って温め合いましょう。この番組を聞いてくださってる方はというか家族団らんで鍋を囲んでいる人は多分聞いてないねこの番組はね。ああ今ちょうど、まあ、夜の7時が過ぎましたけど「ロンリーサンデー」聞いてくださっている人は何食べてるんですか皆さん。コンビニで買ってきたおでん。 いいっぱいつけてワンカップ大関とかもしくはちゃちゃっとご飯食べたいって言って電子レンジでチンしたご飯に納豆ぶっかけて食べてるとか <laughs> いいね家族団らんで鍋ねまあ僕も後輩呼んでね鍋パーティーとかはする時はないことはないですけどどんな会話があるんでしょうね家族の鍋ってね いやもうそれ俺が入れた豚肉やったのにどんなやお前」とか言ってのお兄ちゃんが妹に言ったりね妹が「えお父さん柿え何個食べたないで何か探しても」とか言うてね「まあまたまだあと一パックあるからねえ,え今日は最後おじやですか?」。じゃあお母さんが「いや今日はあの乾麺もあるよ」とか言ってね。 そういうい人は今すぐラジオを来てください。嘘です。そういう人は聞いてないわ。楽しい会話とあー頬を少ししっとりとさせる鍋の湯気に包まれている人たちは論理さんでは多分聞いてないと思う。ちょっと番組中に今日はこんな論理飯を食べながら聞いてますよなんていう人いたらね、えー、ぜひ X でもメッセージでもいただければ嬉しいなと思います。 この番組では皆さんの。孤独にまつわるエピソードを募集しています。メールの宛先は。大吉アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。D. A. I. K. I. C. H. I.。アットマーク M. B. S. 一一七九ドット C. O. M.。そして X. は。アットマーク大吉一一七九。 d a i k i c h i 一一七九でロンリーサンデーの番組のオフィシャルアカウントというものがありますそしてハッシュタグはカタカナでロンさんカタカナでロンさんハッシュタグっていうのは X やるときにねシャープを入力してキーワードを入れるとそれでいろんなポストがつながることができるんですよっていう機能なんですがこれでポストしてください 今こんな食べ物を食べながら心を温めながら聞いてますとかね、えー、いや本当におでんとワンカップ大関いらっしゃると思いますよ僕は僕と同世代ぐらいか4 5 0代ぐらいでね冬のおでんって美味しいですからねコンビニのおでんレベル高いですからね今ねそしてメッセージをご紹介させていただいた方には着る岩盤浴 BS ファインでおなじみのモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントします。 BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなくあの、うん、今週ねちょっと気になったニュースがあってイギリスのヘンリー王子の 盗聴被害のニュースって皆さんご覧になりました結構新聞でもテレビでもいろいろ報道されてたんですけどイギリスの裁判所がデイリー・ミラーっていうイギリスの大衆紙があるんですけどねそれを発行する会社に、まあ、結局損害賠償を命じる判決を出したんですよねその判決の中では要は大衆紙、まあ、メディアですよね。 そこがですね取材のプロセスにおいて長年にわたってヘンリー王子の携帯電話などを盗聴していた要は不法に情報が収集されたということを認定したという、まあ、お話なんですけどちょうどね今年の8月にヘンリー王子が王室を離れて初来日っていう形で日本に来たんですよ。であるチャリティーイベントにに参加をされていていね私そこに 取材で行ったので生のヘンリー王子を見たんですけどあのまあメガン妃とのね間のことがいろいろネガティブに報道されたりまあアメリカで王室離脱に至るまでのまあ暴露愚痴とも取れるようなネットフリックスドキュメンタリー番組がすごくヒットしたり、まあ、何かといろんなあキャッチーな話題を提供する二人ではあるんですけど。 生で見たヘンリー王子はとっても気さくでちょっとそのイベントでいじられるようなシーンもあったりするんですけど機嫌を損ねることなくジョークで返したりするようなキャラクターですごく私は素敵なな人だなと思ったんですよただ王室をもう離れているから日本の外務省があ中心になって警護をするという対象ではないようで。 思ったよりもその警備体制というかレベルがライトだったのが印象的で用心であることは間違いないんですけど王室離れるってこういうことなんだなと思ったのを覚えてるんですね。で何が言いたいかっていうとその盗聴って絶対よくないんですけど私はまあ私のこと誰も盗聴しないけれども興味ないからただもし仮にね自分が。 誰かと携帯で話しているその会話を知らぬうちに盗聴されてたとしたら僕はこのオンエア以外はもう聞くに堪えない話しかしてないから終わるなと思ったんですよね。一回盗聴とかでは全然レベルが違うんですが番組スタッフとまあとあるあー居酒屋で飲んでて。 もう多分件件目3件目とかになって,てで僕はねそんな意識はあんまりなかったんだけどいろいろ仕事のこととか会社の話をわワわー,ワーしてたんでしょうねで家帰って気持ちよく寝て次の日の朝まあ X ですよ旧ツイッターにフォロワーさんからメッセージが来てて「こんなこと書かれてますよ」っていうねえ何何って思ったらそこの店員さんが今 MBS の「 大吉アナウンサー来てるめっちゃ飲んでるめっちゃ会社の悪口言ってるってね <laughs> ツイッターに書いてんの <laughs> これはルール違反でしょこれはだってその時間お金払ってそこでご飯食べてるからそらサラリーマンさお酒飲んだらさ会社や上司の愚痴ぐらい出るじゃないそれをさツイッターにっていうのはちょっとルール違反でしょと思ったけれども まあこういう仕事だし壁に耳あり障子に目あり意識しなくちゃいけないなと思いつつ腹が立ったからそのアカウントに僕は自分の自分のこの自分の大吉洋平の旧ツイッターアカウントでねそこに返信する形で昨日はごちそうさまでしたとっても美味しいほにゃららでしたっていうことをつぶえたわけですよ。 でまあ大学生のバイアルバイトぐらいのかアルバイトさんなのかなまあそういうことはよくないっていう意識もなかったのかもしれないこれでお給になればいいなと思ったら向こうからそれに対して返信が来てねまたのご来店お待ちしておりますって書いてあったの向こうの方が上手でしたねああやっぱり SNS というステージで若者と喧嘩したら負けるねそんなことを ヘンリー王子盗聴被害ニュースを見ていたときに思いつきましたあお耳汚しが過ぎないようにこのラジオは務めてまいりますので皆さんこの後午後7時54分までお付き合いよろしくお願いいたします NBS ラジオ大吉洋平のロンリーサンデー配信で聞いてくださっているロンリーさんいつでもお好きな時にこの番組を聞いてくださいね 一緒に温め合いましょう X で結構反応がありましたねえー X のこれアカウント名っていうのかな X のアカウント名じゅんじゅんさんないわ X のアカウント名小ばラジオさん鏡の自分にやったことないですそしてメールも来ました兵庫県阿光市のロンリーネームおけいさんないわはい、えー 今すぐやってみてください自分を客観的に捉えるというのは大切ですよ皆さんでは続いてはこちらのコーナーです一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介するこのコーナーですが今週ご紹介するのはこちらです劇団式化け物の子 これはね、劇団四季としては大勢で来てくださいと言いたいところだろうけれども1人で行ってよかったっていう話でございます12月10日の日曜日からですね劇団四季大阪式劇場でオリジナルミュージックなんですよこれ「化け物の子あ」大阪初上演ということで始まりました原作は「 えっとね、2015年ですね公開のアニメーション映画「化け物の子」なのでストーリーを知っているよという方は結構多いような気がするんですがものすごく簡単に言うと化け物が潜む異世界っていうのがあってそこと東京の渋谷この2つが舞台なんですね。だから人間界と 化け物がが住む世界っていう2つの世界界っってていいううつのある定で、で母親を亡くし孤独に生きていた9歳の主人公のキュータがですねある時化け物の熊哲っていうお兄さんに出会ってキュータは一人で生きていく強さを自分は得たいんだっていうことでその強い化け物の熊哲に弟子入りすることを決めるんですね。 でそこからあ物語は始まっていくんだけれどもその本当に旧タの孤独とかね旧タ自身が抱える闇というのも一つこのストーリーのテーマにはなっていて映画のメッセージもそうなんですが舞台もそうなんですが誰もが持つその闇であったりコンプレックスであったり。 うん、それをどう自分が認めて前へ進んでいくかこういうメッセージだと思うんですよきっとこの物語に込められているのは。で劇団四季って僕好きであの大阪京都で公開されてるものはほぼ全部見てるんですけど創立からのメッセージっていうのがね「人生は生きるに値する」っていうのがこれ劇団四季のメッセージなんですよ。 でなんでここにね1人で行ってよかったなと思うかっていうともうね私はオープニング5分10分ぐらいから中盤にかけてでも最後休憩挟んで後半はほぼずっと泣いとったで両サイドに人が座ってるからなんかこう「とかね こう目を涙を拭ったりする仕ぐってなんかちょっと恥ずかしいじゃないですか。ねあの女性23人とかで来てたらハンカチで涙拭きながら楽しんでる姿っていいんだけどなんかこの1人で来てる僕がこう涙拭くのとか恥ずかしいなって誰も気にしてないのに思うからもう舞台をまっすぐ見てただただ拭うこともなく頬を伝っていく涙は私のタートルネックに染み込んでいく。 そんな2時間半だったんですけどりくびし,ょびしょになりましたねストーリーの誰かに自分を照らし合わせて流れる涙もあればあのキュータだから小,小学生小学3年生か4年生ぐらいじゃないかな子役たちの活躍っていうのもこの舞台は見どころなんですよ。もう子役役って言いいたくないね役者 アクターあの複雑な舞台の構成をこの難しい歌を小さい体で一生懸命舞台に伝えるあの小さい役者たちの姿を見てるだけでもねどんだけ練習したのかなとかね、うん、どれだけ歯を食いしばってこの厳しい厳しいに決まってるんですよ劇団四季のレベルに。 ねえ自分のパフォーマンス持っていくわけだからそんなこと考えるとね舞台のそもそものストーリーにも感動するしそのキラキラ光る子役の姿にも感動するしなんかもう今喋っててもこう胸が熱くなるまあ式ファンだからね私はねやっぱりさもう毎回そうなんですけども当たり前なんだけどそんなレベルで話しちゃダメなんだけど劇団式って 僕一回も見たことがないんですよ役者が噛むとかなんかセリフが詰まるとかそういうちょっとしたミスが起こるとか私は見たことがなくてもうプロ中のプロ劇団四季ってね何回か取材をしたことがあるんですが「なれ」「だれ」「くずれ」「され」っていう言葉があってそれが練習場にも 紙かなんかに書いてね貼られてるんですけど「慣れたりだれたりしたら崩れる」そしたら「され」っていうだから実はこうやって舞台が始まるんだけれども主役の人はじゃあ来年のそのこの舞台が終わる時までずっと主役かっていうとそんな保証は全然ないんですってうんいろんな演出だったりいろんなパターンを試そうという意図ももちろんあると思うけれども 主役役についたた配役が与えられたじゃあ、えー、千秋楽までその人がやり続けるか全然そんなことなくってどんどん変わっていくそういう、まあ、バラエティもあれば厳しさっていうのもあるんですよねだから劇団式のインスタグラムとか見てても主役の人が「いよいよ始まります」とか動画でやってるんですけど「何々役候補」っていう書き方なんですよ全員が。うん これは最後までこの役がこの人がやるとは限りませんよっていうメッセージですよねあれはね全員主役も「何々役候補」ってこの厳しさその中で子どもたちがねどれだけ稽古積んで頑張ったんだっていう役者さんたちのねソロで見せるステージもいいんだけれどもやっぱり劇団四季は大勢の役者のアンサンブル声と声歌と歌が重なり合ってそこにセリフも入ってくる。 客席にいるとその声と音でなんか僕らの服とか髪がこうなびくんじゃないかっていうこの気がね伝わってくるんですよ今回の舞台はマジックちょっとイリュージョンの演出も結構あってえさっきのあれがここでえどうなってそうなったのみたいな舞台終わって 今日の役者さんの配役とかを見ているとやっぱりマジシャンの方がその舞台の構成員の中に入ってましたねそういうところも非常に見どころですあのもちろんねお友達を連れて行かれるのもいいと思うけれども涙腺ちょっと弱いよっていう人はね僕は一人で行くくのがおすすめ結構泣くからそしてこの舞台の一つのテーマがロンリネス。 論理孤独っていうところもストーリーの中核にあるのでぜひねロンリーサンデーのリスナーさん機会があれば行っていただきたいなと思いますえ今日の「一人でできるもん」は現在、えー、上演をしております大阪式劇場で上演をしております劇団式「化け物の子」でしたロンリーメッシのメッセージが届いてますよロンリーネームボブ・マーシーさん高槻のお住まいの方 おさんこんばんはこんばんは今晩のメニューはマクドのチキンナゲットとビールあーいいねいいですねビールを終えチューハイ飲んでインスタントしじみ味噌汁飲みましたあーいいですねチキンナゲットはバーベキューソースですかマスタードですか私はマスタードですね絶対、うん、あとまあ 家で食べるんであればタバスコとかをちょっとかけて味変してねビールーハイでちゃんと最後しじみ汁を飲んでるところがいいですねあの年代40代の方ですねこの方私と年が近いしじみはね肝臓にねいい働きをしてくれるって言いますからねうん 20代、30代はね、お酒飲んでちょっとシジミを入れとこうかとか考えないんですけれども、ね、ボブ・マシンさん40代、ビール、中ハイ、そしてシジミで罪悪感を消す。素晴らしい。えー、そしてこちらはですね、えー、あの、ロンリーネーム、まどかさん、大阪市城東区の方ですね。 ナイジェリリア人の意思と離婚したロンリーですいやロンリー飯よりちょっとそっちを聞きたいなどうやってナイジェリア人の医師と出会うわけあんまり私ナイジェリアに行ったことある日本人って出会ったことないんですけど私行ったことあるんですよナイジェリア取材ででもどうどうやって出会ったんだろうね日本で出会ったのかなナイジェリアで出会ったのかな今日の晩ご飯は 朝、ジャガイモを3個を使ってオリーブオイルで揚げ焼きし、バジルで味付けしたポテトの残りと、目玉焼きと小松菜、えのきを炒めたものに、柿醤油で味付けしたおかず、ご飯ですよ、乗せたご飯を食べました。すごく素晴らしいと思うけど、ナイジェリア人は好きじゃないでしょうね、これね。目玉焼きと小松菜、えのきの炒め物、柿醤油で味付けしたおかず、 ナイジェリア人もこれ美味しいって言って食べてくれるのかなまあいいか。もう別れてるもんね、今はね。ロンさん聞きながら、丸 F か白ワインかで悩んでいます。赤でもいいんじゃない柿じ醤油で味付けしてるんだったら。うん。私、結構あの、魚とかそのライトなものでも赤で行きたい人なので、赤でもいいかなという気もするけど、まあ家にね、えー、白ワインがあるなら白で。 グラスくるくる回しながら聞いてくださいよこの後もロンさんロンリーネーム窓川さんありがとうございましたそれでは続いてのコーナー参りましょう続いては僕が出会った奇人変人私大吉大平が16年間のアナウンサー人生の中で取材だったりまあ番組を通して知り合った方々であったり自分の人生に影響を与えてくれた さまざまな奇人変人リスペクトの意味を込めてですね皆さんにご紹介するというコーナーでございますさあ今週はこの人です BBC キャスターの大井真理子さん BBC というとイギリスの報道機関ですよね実はその BBC で 日本人として初めてキャスターになったそして日本人としては今も唯一のキャスターである大井真理子さんというジャーナリストがいらっしゃるんですね2006年っておっしゃってましたね BBC に入局をされてリポーターを経て日本人としては初めてのキャスターに抜擢をされました私は大井さんとは えー、東京オリンピックの取材の時に出会いお話をさせていただき、えー、海外メディアが東京オリンピックをどう見たのかコロナ禍でのね、えー、東京五輪、えー、パラリンピック開催ということで様々な世論が渦巻いていたそういったオリンピックでした。でまあ、大井さんのことをツイッ 旧ツイッターなどでも知っていたしあの僕は家で BBC が一応見られる状態にはしていて自分がねその海外に取材に行くこともあるので参考になるんですよあの選挙取材でこれって英語でどう表現したらいいのかなとかこの言葉って辞書ではこう出てくるけど実際のリポーターやキャスターはどうって 使っているのかかなとかすごく参考になるから見てる時があるんですがそこにアジア系の女性がまあ見事な流暢な英語でニュースを伝えているしかも何かその人の持つエネルギーというものが画面を飛び越えて伝わってくる人がいる名前を見たら「マリコ」ってなってる日本人いや名前はマリコだけど多分生まれも育ちも イギリスとかアメリカなんだろうなって思っていて少し調べてみると全然違ったんですよ大井さんは幼少期は日本で過ごしているんですねだけれども、えー、高校生ぐらいの時に留学をし英語を学びその時に BBC というものに触れ、えー、働いてみたいと思いしかしその後そんな簡単な道のりではなくていろんな 会社でインターンをしたり、えー、記者として働いたり、えー、チャンスを狙いながらあそして必死に努力した結果2006年に BBC に入ってるんですねただそのなんというかそんなこと可能なのって僕はやっぱりいまだに信じられないんですよ自分もアナウンサーという仕事をしているので 日本語が話せたらアナウンサーができるかっていうとそういうことじゃないですよね。ニュースを読むっていうのはやっぱり意味を分かりもちろん漢字が読めそういったことが我々も必死に訓練をして母国語なのにね、えー、なんとか今もできてるかできてないかわからないけど日々いろんな現場から自分の言葉を紡いでるわけなんですけどそれを。 自分の母語ではない英語でやっているしかも BBC という世界のトップメディアの中で周辺にはいろんなキャリア経験を持つ人間がいる中で母語ではないというある種のでもこれがもしかしたら武器なのかもしれないけれどもそれをやってのけている女性しかも大井さんって 三次の母ででもあるんですね東京五輪の時は日本で2週間の隔離生活というものが強いられえそしてその後取材を開始するわけですから結局2か月間の出張になるわけですよ。ということは旦那さんの協力も必要だし三児の母という母親の立場で子供を海外に置いて 日本で取材をするっていうこのバイタリティとパワーというのは、うん、やっぱり同じ取材人としてすさまじいものがあるなリスペクトの意味を込めてあの人化け物だなって私は本人を前にして思いましたあの僕らが大井さんに BBC は今回の東京五輪どう見てますかとか日本の報道どう見てますかっていう大井さんへの あ取材というのをしているけれども同時にその合間で彼女は世界に向けけけた中継をしななくちゃいけないわけですねでも僕らの話をずっと聞いてくれてるんですで話をしてくれるんですじゃあふとした時に「あだダメダメもうすぐ中継だちょっと待ってて」って言ってなんかあのなんていうかな瓶ビ,ビールの瓶ビ,ビールあの サザエさんでお酒配達してくれるシーンあるじゃないですか。あのビンビールが入った箱、なんかあんな箱みたいなのにピョーンって飛び乗って、でカメラの前で英語でブワーって喋り出すんですよ。なんか三分か四分ぐらい。でまた終わったらごめん終わったありがとう、えー。どっからだけ話ってまたこっちに戻ってくるんだけど、その時彼女が話している相手というのは BBC ですから二百カ国。 4億千万世帯に向けてて話してるんですねこれを一日僕が一緒にいた日は9回生中継をしてましたあの見ている人の数ではないけれどもそのメディアの負担や質というのはでもなんかもうスーパーサイヤ人みたいなっていう感じでねかっこよくてね BBC って世界的なこのメディアが どんな取材をしてどんな準備をしてるんだろうっていうのも僕らは気になるんですけど本当に小規模でね大井さんとカメラマンとあと大学生のインターンシップのアシスタントとこの3人で東京オリンピックの取材してるんですよ。でその辺にある芝生にみんなで座って中継終わったら必死にパソコンで編集して本国と連絡取って「ああでもないこうでもない」って言いながらまた中継の時間が来たら。 4億千万世帯に向けて話すってそれを見た時に「あ僕らと一緒のことしてるな」って僕らも海岸沿いのなんかスビーチの上で原稿バーって書いて、えー、砂パーって払い落として中継したりとかねうんあのちょっとその辺のベンチを借りてパッと原稿書いたりとかそういう泥臭いことを日々してるんですがあ BBC もそしてキャスターを務めているこの世界的 ジャーナリストも現場に来たらこういうことをしてるんだって地面に膝ついて膝ざ汚しながらなんかそれを見た時に圧倒的な憧れと圧倒的な遠い存在であるこのメディアという広い意味の世界の先輩であると同時になんか共通するものもあるなと思って僕はすごく彼女の取材の仕方とか話の仕方とかオンエアというものにかける し向き合う姿勢とか影響されたあ人なんですなかなかね日本でね BBC の放送を見ようと思うと有料チャンネルの契約が必要だったりするのであのちょっとハードルが高いという人も大勢いらっしゃると思うんですが X でね「大井真理子さん」って調べていただいたら彼女のアカウントが出てくるし時々自身のパフォーマンスというのを X でも投稿していることがあるので。 どんな人なのかえーって思いますよこれアメリカやイギリスで生まれ育ったことのない人が努力と根性で作り上げた英語なのってうん英語が分かろうが分かるまいがびっくりすると思いますぜひ皆さん、えー、知っていただきたいジャーナリストの一人大井真理子さんを今日はご紹介しました大吉洋平のロンリーサンデー メールの宛先は大吉アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。D. A. I. K. I. C. H. I. アットマーク M. B. S. 一一七九ドット C. O. M.。番組公式のエクストインスタグラムもやってます。ハッシュタグカタカナでロンさんで投稿してくださいね。ラムスカでおいでヨヘシット。オーラアミゴスコムエスタン。ケコミエンセラフィエスター。 もう定着してきましたかねここは、えー、ラテンミュージックをご紹介するコーナーでございますえー、っとですねロンリーさんからリクエストをいただきましたありがとうございますロンリーネームエビさんおよしさんこんばんはこんばんは地味にラテン音楽のコーナー楽しみにしております嬉しいですねグラシアス前回曲の選考に困っていたようなのでリクエストしてみましたラテン音楽といえばこの人を忘れていませんか リッキーマーマティンです忘れてないんですよ忘れてないけれどももうあのどれ行こうかなどのタイミングで行こうかなって結構悩んではいたんですね。リッキー・マーティンのどれ行くってこれちょっとセンス問われるでしょ自分がリクエストするのは、えー、ジェニファー・ロペスとのコラボ曲っていうのかな あそういう曲ということでいただきましたそれではロンリーネームエビさんからのリクエストまいりましょうウィシンフューチャリングジェニファー・ロペスリッキー・マーティンで「アドレナリーナ」配信では音楽をカットしてお届けしています私の愛するラテンミュージックの数々も毎週1曲1000曲しています 気になる人はですねラジコのアプリで MBS ラジオ大吉洋平のロンリーサンデーをチェックしてくださいウィーシーンはですねプエルトリーコ出身のラッパーさんですねそしてリッキー・マーティンもプエルトリーコ出身のアーティストですねウープサイリン・サイダウンであの有名なジェニファー・ロペスはアメリカの多分ニューヨークだったと思う出身なんだけれども 確かご両親がプエルトリコにルーツがあるはずということでプエルトリコタイムスリということでもはやもうラテンのニココリなんですよこの曲は最高どういう状況で皆さん聞いてるか分かりませんがこの時間帯だけはですね腰を振って胸を振って、えー、テンションを上げて明日からの月曜日に備えましょうねロリネームエビさんからいただきました We sing ウィスンフィーチャリングジェニファー・ローフェス＆リキ・マティンでアドレナリンなでした。 さあそれでは続いてはこちら参りましょうのロンリーバスタイム人肌恋しい季節温泉ソムリエの資格を持つ私大吉がおすすめの銭湯や温泉をご紹介するコーナー今週のロンリーバスはこちらです東湯 JR の明石駅から東へ歩いて徒歩20分ぐらいのところにある銭湯ですね、創業が130年なんですよ周辺見ると新しいお家も多いんですが、ちょっと長屋みたいなお家もあって、歴史の中で家にお風呂がみんながなかった時代に、えー、長い長い歴史の中で多くの人を温めてきたんだろうなというのが、もう周辺歩いてるだけでも分かります。 私、ここに今週初めて行ったんですが、まあ、ちょっとね、このコーナーにしては、色調が違う理由なんですが、政治資金パーティーのね裏金問題で、西村康稔さんが経済産業大臣辞任するということが今週あってで、東京地検の強制捜査が入るかもっていうことで、明石の彼の事務所前に私は朝から晩までいたんですよ。じゃあ、体が冷えて、大阪帰る前にちょっと銭湯行きたいなと思って。 近くでで調べたたららこの素晴らしい東湯に出会ったんですね深い湯船と浅い湯船スチームサウナタイル張り昔ながらの銭湯一日冷えた体をですね、えー、その銭湯に委ねるともう凍てついた背骨が溶けていくような感覚話を聞きますと子どもの日は勝負湯などをされるそうです こういう文化や、ね、習わしっていうのを子供に伝える意味でもね時々そういうタイミングで銭湯に行くって素敵だなと僕は思うんですが12月22日だから来週の金曜日かな冬至の日はレモン油などをされるそうですよ本当に地元の人ばっかり僕が行った時は地元のタクシー運転手さんたちがここから書き入れ時やからああいう話をしてましてねボーナスも出たし。 年末まで頑張るぞなんていう話をスチームサウナでしててああなんかいいなってバンダイのところにはソフトクリームの機械とかあってああ子供はこれ食べるのがあールーティンになってるお家とかもあるんだなとか思いながらとってもいい心温まる銭湯でございます東湯是非皆さん機会があったら行ってみてくださいさて来週はクリスマスイブになるのか 来週の放送はねクリスマスイブかそうだねなんか唐揚げとかチキンちっちゃいのでいいから食べながらロンリーサンデーのリスナーさんと僕とでロンリークリスマスイブパーティーしませんかあのちっちゃい唐揚げあの本当はケンタッキー食べたいんだけどクリスマスってケンタッキーもう予約しないと買えなかったりしますでしょだからなんか 唐揚げそれこそチキンナゲットとかねみんなで食べながらイブパーティーしましょうよ、えー、ロンリーネーム肉球さん熊本県から頂きましたバンイユーの熊本ラジオ聴きながらクリスマスマーケットに行こうかと思ったけどどうせカップルしかいないし屋台も1人で食べにくいもんばっかやしサウナのある地元の銭湯に向かいます寒い心も体も懐も、えー、熊本の銭湯を教えてくださいよ そしてクリスマスマーケットに行くのが億劫ならば別に行かなくていいから来週は何かしらのチキンを食べながら一緒に過ごしませんか、えー、そしてこちらはですねロンリーネームパッパラッパーさんから頂きましたえー、今年のクリスマスイブは日曜日ですねつまり翌日25日は月曜日えー、25日月曜日は有給を取りますロンリーな私は誰かと過ごすわけでもなくただ そんなロンリーな私でも捨てきれない、見栄を守りたい。ああ、二十五日は家の掃除でもしようかな。まあ、二十五日はね、なんか飲食店行っても、本当にカップルが多いからね。えー、有給取って、家で掃除して、夜はロンリーさんで聞いていただいて。えー、みんなで。きよし、この夜歌いますか。真っ赤なお花のトナカイさんにしますか。 ちょっとそのあたりの音楽も考えていきます、えー、そしてラジオネームあごめんロンリーネームチッピーさんからいただきました見直しの方大吉さんロンリーリスナーさんこんばんはこんばんは今日の放送の鏡の自分にキスをするあるわーですほらいたおったやんか二十二歳ぐらいまでお仕事上指名を取るための研究のためにしたことがあります確かに変化もですが唇の合わせ方その後の舌の動きを見ていましたチッピー何を取んねん 何の仕事や勉強熱心でですね何の仕事であれねそうやって家に帰ってねまあ何か指名を取るその一手にこの練習がなったのかなやったことない人この後やってみてくださいねあのリップクリームとかついてたら鏡について取るのめんどくさいからその辺り気をつけて鏡の自分とキスしてみてくださいまた来週。